マナビズムではオンライン各校舎で春季特別講習を開催しています。3月31日までの申し込みで4万9000円が3万円に。詳細は動画概要欄の URL をクリック。こんにちは、マナビズムの矢沢です。本日はですね、3月なのに週40時間勉強してない人へという活動画になっております。はい、週40時間って言ったらさ、まあ単純計算6時間勉強してたら、まあ週に40時間っていうのは達成できるね。で、まあ今春休みの高校生が多いと思うし、まあこれぐらいは達成してるのが、まあ難関大学を志望する、マーチ、カンカン、同率、総計、中堅、国公立、宮廷大ぐらい目指すような子からしたら、まあ当然かなっていうふうに思うんですが、YouTube、見てくれてる皆さんはどうでした？今週、週40時間、1日6時間平均で勉強できてますでしょうか？できてないよ！できてない！そんなの！そんなの！もう普通、そんな勉強してないよ！まだ受験学年の3月なんて。そういう子は。来年ですね、いい結果が待ってないと思いますので、大学受験ってそんな甘いもんじゃないんだよっていうことをね、まだもちろんね、落ちちゃって、今年落ちちゃって浪人した子を見てたら分かると思ってるんですね。分かってる子も多いと思うんですけど、現役生でそんなまだこんな勉強できてないよっていう子は、いや今やで始めるタイミングっていうことをね、ちゃんと伝わるように、この動画でちょっと喋っていきたいなというふうに思ってます。はい、まずですね、大前提です。はい、大学受験というのはですね、みんなと同じでは受かりません。これね、高校入試の時と大きく違うんですよね。高校入試の時って、まあ全国的に、まあ平均するとですね、およそ 1.2 倍。もちろん都道府県にもよるんですけど、1.2 倍ぐらいの倍率が平均でございます。もちろんね、高校にもよるよ。高校にもよるけど、全部含めたら 1.2 倍ぐらいの倍率が平均です。っていうことはね、みんなと同じように、もうその志望校を目指すコーラみんなと同じように、真面目に、まあ真面目にやらんでもいいか、普通にしてたら受かるんですよね。俺もう出し抜いて、他のライバルたちを差し置いて自分が一番っていうより、みんなと同じだったら受かるっていうのが高校受験までです。ただ大学受験はですね、基本的に私立大学だったら平均すると5倍ぐらい、みんなが目指すような難関次第っていうとですね、5倍とか4倍とか、もしかしたら日程によっては7倍とか10倍とかっていう風な日程もあるぐらいです。はい、なので、まあ、全部ね、平均すると5倍なんで、5分の1しか受からないわけですね。はい、5分の1しか受からないということは、はい、10個ね、10個書いておきましたけど、はい、10分の2、上位 20% しか受からないということですね。はい、ほとんどの人は不合格になるのが大学受験でございます。つまり、みんなと同じってどこ？って考えたら、真ん中なわけよね。だから、ここはもちろん不合格のラインなの。でも、高校入試は違ったよね。高校入試はこれがもう逆転してますから、みんなと同じだったら受かる。でも大学受験は違う。みんなと同じだったら落ちます。はい、いや、そういう厳しい戦いを今からするのよ。はい、それ分かっておいてください。大前提でございます。はい、もう一つ、はい、浪人生と現役生の割合なんですけど、おおよそですね、3対7としています。これ3対7としていますっていうのは、もちろん大学によります。最難関大学の私大、特に早稲田とか関西で言ったら同志社とか、難関国公立の強いて言えばの滑り止めになるような私立大学、ここはですね、浪人生の割合がガッと増えます。もう国公立とかもガッと増えます、ね、でも私立のそれ以下の大学はもうちょっと浪人生が少なくなる傾向にあります。まあ一応10分の3ぐらい、10分の2から3ぐらいは浪人生っていうところを目指す子が多いんじゃないかな、ほとんどの子が。はい、まあ、このね、マナビズムチャンネルを見てる子はね。はい、じゃあ現役生の真ん中だったらここよ。もうその時点でビハインドしてるからね。現役生の中の真ん中、まあ浪人生が1年ちゃんと勉強したっていう前提だけど、もうそのね、現役時代全く勉強しなくて浪人っていう子はもうほとんどこっちと一緒だからね。まあそういうことになっております。でもう一個ですね、平均的な受験を始めるタイミングですね。受験を始めるタイミング、これも赤と青で書いておきましたけど、はい、2年生の春、まあ、新2年生になる、だからつまり1年生ね、高校1年生で新2年生になるときに受験勉強を始める、2年スパンで受験勉強を始める。これってね、多くの受験生にとってめっちゃ早いやん、そんな勉強するって思いますよね。特に、総計、マーチ、カンカン、同率ぐらいのに行こうとしてるような大学、行こうとしてるような高校のコミュニティとかだったら、2年生の春からガチで大学受験勉強してたら、え、マジそんなタイミングからすんのって言われます。はい、まあ、そうですね、ここら辺が、一番早いでしょう。まあ、2年生の春よりもっと前からか、まあ、2年生の春まで。で、2年生の夏ぐらいから徐々に増えてきます。受験勉強始めてくるのが、まあ、1年半スパンで考えてる子。
で、秋、2年生の秋、冬、受験学年、直前の3月から受験学年の8月までで、まあ、ほとんど受験勉強を始めて、それ以降ですね、8月以降に受験勉強を始めるっていう、このですね、段階を見ていただくとですね、一番多い受験生のスタートタイミングって、3年生なる直前の3月、つまり今、ね、現役生の受験学年、次受験学年、現役生のね、が、この、受験生の中央値なんですよ。ここで塾も一番人が増えます。はい、ここで一番人が増える。だから今この動画が3月の末ぐらいに上がってるでしょ。このタイミングが一番生徒がよし今から受験勉強頑張ります、学びずさんよろしくお願いしますって言ってくるタイミング。でもいやこのさ動画を撮ってこの話をするとさ、いや週40時間も3月やのに週40時間もまだ勉強全然いいやんっていうふうに思うかもしれへんけど、その3月から受験勉強始めてる時点でこの2割、上位2割に行くことっておこがましすぎる話なの、そもそも。だってみんなが目指してる早慶とかマーチとかカンカン同率って2年生の終わりまでに英単語帳1冊終わってますっていうことって全然おかしくない話なのね。全然おかしくないけど、全くやってない中で3年生になる直前に受験勉強を始めてガーッと勉強して逆転合格、マーチカンカン同率、早慶に逆転合格みたいな話は都合良すぎるんよ。確かにそういう子います。マナビズムでもいっぱい見てきたし、いっぱい逆転合格を送り出してきた。ただそういう子が大多数じゃないからね。そういう華やかな話が前に出てくるけど、基本的には落ちる方が多いのよ、大学受験は。それを分かった上で週40時間って別にそんな多くもないし少なくもないっていうのは受かる受験生の基準、うん、まあ40、普通に生活してたら週40時間は大学受験のための勉強してるのが普通だよねっていうのが今の普通の精神状態。普通のって僕が言う普通のはこの2人のこと言ってるよ。この2人だとしたら普通の精神状態になってる。この落ちる子からしたら週40時間もそんなんどうやって勉強するっていう感じ。はい、全然大きく分かる。しかも合格か不合格かしかないから、もしとかだったら A 判定 B 判定 C 判定 D 判定 E 判定出るけど、大学受験は合格か不合格しかないからね。まあ受験ってそうだから、受かるか受からないかもうそれだけだから OK だから、はい、もう長かったけどこれね、厳しいこと言ってますけど厳しいことじゃないから、厳しいこと言ってるようで厳しいことじゃなくて現実言ってるだけだから OK。 それをこれ分かってたらみんなと同じように勉強してたら受からないんです。OK、 ここまで納得してくれた？うん。で、僕がずっと YouTube でも言ってるけど、この時期っていうのは勉強時間を増やそうって頑張るんじゃなくて、勉強してない時間を減らすっていう考えでやっていこうと。もちろん部活をさ途中でやめたりする必要はないよ。最後まで一生懸命頑張ったらいい、引退まで頑張ったらいいやん、頑張ったらいいねんけど。3月はこの日程で矢沢と今井が受験相談会を実施します。申し込みは動画概要欄の URL をクリック。それもわがままやん。学校で勉強あんましこれまでしてこなかった、部活最後まで一生懸命頑張りたい、でも第一志望には受かりたいって、もうさやることやってないのにわがまますぎるやん。ある？でもそれを推し進めて勝ち取りに行きたいわけよ。でも言ったら部活もだからやめたりしろなんて言わへんわけよね。でもそれなんだったら学校行って部活やって、それ以外の時間は大学受験の勉強しようぜと僕はそう言いたいね。まあ、その覚悟がないんだったら、鼻から大学受験するのって大学行くのにもお金がかかるし、塾代もお金がかかるし、ただじゃないんで、いろんな人に迷惑かけながらやるもんなんで、鼻からやらんでいいかなと思います。これが、あ、それが受かる受験生としての当然の基準なんだって素直に受け取れない子はね。はい、まあ、以上でございます。でここに僕がね、隠しておいたんですけど、動いてる最中に見えてたかな。はい、狂気とはすなわち同じことを繰り返し行い違う結果を期待することだ。これね、アインシュタインが言ったと言われてる名言です。はい、アインシュタインが出典であることの確証はどこにもないんだけど、一応それで有名になった名言です。狂気とはすなわち同じことを繰り返し行い違う結果を期待することだ。こうなってる新高3生浪人生めっちゃ多くないですか。勉強今までしてなかった自分がいて、でちょろっとするようになった自分がいて、もちろんそこでの変化はあるかもしれへんけど、それぐらいの変化なんだったら大きい結果が出ることを期待しちゃダメよ。意味わかる？うん。言うたらこれまでの延長線上の生活には自分の志望校合格はないはずなのよね、基本的に。なのにもかかわらずそれをちゃんと受かる受験生としての基準として回収せずにそのまま走って僕は頑張ったって言っちゃう。それは君にとっては頑張ったかもしれへんけど、大学が求めてる頑張りではないわけよね。そんなことやってもマジで意味ないわけよ。だって好きで勉強やってるわけじゃないでしょ。絶対結果が出る方法でやりたいやん。せやんな。だからもう一回言うわ。
狂気です。狂気とはすなわち同じことを繰り返し行い、違う結果を期待すること。違う結果期待してない？そのままの延長であって違う結果期待してない？自分の志望校に受かると思ってない？そんな風に考えちゃダメです。自分が今もしね、仮に今やってるやり方でちゃんと成績も伸びてて、このままやれば絶対に合格できるっていう確証があるんだったら狂気じゃないです。そのままやってください。それは君は正しいことをやってます。ただ一抹の不安がある子いるでしょ。このままのやり方で本当に受かるのかな、あれ矢沢先生が言ってる基準で俺勉強できてなくね、とりあえず参考書いいやつ使ってたら受かるんでしょみたいな、そんな表面的なことしか考えてない。そういうのはもう絶対全部結果が出ないから、だからそういう場合は必ず受かる受験生として正しい行いに変えてほしいんですね。それを自分でできるっていう子はもうぜひこの YouTube だけを見て自分で変えていてください。ただこれ自分でやるのはやるだけだったら不安だっていう人は宣伝になっちゃうけど、マナビズムの春季講習ね、3月の31日までの申し込み受け付けてます。もうこれがラストチャンスです。で何をしてるかって、簡単に言ったら受かる受験生の基準に上げてんねやんか。もうそれだけ、めちゃくちゃ簡単。細かい自習コンサルティングとは何かとか、リーズニングゼミとは何かとか、映像授業がどんなのあるか、そんなんはさっぴいて、僕たちがやってることって受かる受験生じゃないよな君たち、それを受かる受験生にアップデートする、そういう春季講習をやってます。もちろんね、志望校と今の自分の実力をちゃんとヒアリングして、そこから最短の勉強計画、年間勉強計画作ります。月間でやるべきことが明確になります。週間でやるべきことが明確になります。だからその課題をやっていったら志望校まで最短の距離で勉強できます。そういうのはあるよ、あるけど、そんなことよりそもそも今、いや週40時間もとかって思ってるんやったら、でもそもそも受かる基準にないねんな。あ、いやそんな頑張らんでいいけど、頑張らんでいいけど、そんなそれが普通なんやで。いや知らんかったのは全然大丈夫、知らんかったのは全然大丈夫。こっから頑張れば、今仮にこれができてなかったとしても頑張ればひっくり返せるか、でここやったとしても、今ここやったとしてもひっくり返せるか、ひっくり返せんねんけど、そもそもあれ今やってることって正しいってなってる状態だったら9割9分正しくないやり方でやってるんですよ。でそこを正しい量と正しい質でやっていきましょうっていうことをやってる春季講習です。はい、3月末までの申し込みで4万9000円が3万円で受けれるタイミング、もうここでラスト、もうあとは春季講習の価格で受けれなくなっちゃうんで、そこをですねしっかりと回収したい、受かる受験生として当然の基準に持っていきたいっていう人は、マナビズムでは各校舎でもオンラインでもこの春季講習受けれますんで、近くにね校舎がある人は校舎まで受けに来てください。ない人はオンラインで受けてください。そしたらもう当たり前の基準バーンって上がって、そっからもうサクッと受からせれるから。でも最初の角度と、これがね夏季講習から参加してくれるような子もいますよ。夏季講習もねまたやります。同じようなことではないんだけど、ちょっと違うこと夏季講習でやります。ただ夏季講習で角度上げるのと春季講習で角度上げるのは後ろまで行ったら全然それは違うんですね。なんで今やってることがちゃんと10ヶ月11ヶ月続けることができれば、受かるという確信を持っていない限りは絶対に救える春季講習になってますんで、ぜひともこのタイミングで受けてほしいなというふうに思います。申し込み期限は3月の31日までです。はい、それではこの動画はここまでにしたいと思います。当たり前の基準を上げて、必ず受かる受験生になってやるぞという人は高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。今日も動画最後まで見てくれてありがとうございます。マナビズムではですね、公式 LINE を用意します。その公式 LINE では君の志望校であったり今の実力っていうのを入力していくことによって、この参考書、この単語帳が最適ですよっていう風にお勧めする英単語帳診断であったり、総計マーチカンカン同率みたいな有名次第の傾向と対策はこうですよみたいな e-book 次第攻略バイブルっていうのをプレゼントしてます。なんで興味ある方はぜひ LINE 登録よろしくお願いします。